この数は、ねじまへの相当な執着心を感じるね。ねじま事件の被害者と関係しているのか、あるいはその逆の可能性もある。え？逆？ねじまへの強い憧れだ。ああ、そういうのもあるか。まさか。どうかな？でも、でもそういうのってさ、なんかルックス やめておこう。台所につながる引き戸だ。立て付けあまり良くない。立て付けがあまり良くないんやって。ここでは、この画面以外見回すことはできない。このたくさんの古い本調べてみるか。警部さん手袋をするんでちょっと調べても？俺は外国語はわからねえからな。仕方ねえ。任す。ありがとう。任した。なあ、やはりこの本は西洋黒魔術の本のようだ。読めるんだ。これと同じような魔法陣が書かれていて、様々な術を行う手順が詳しく書かれている。いわゆる魔導書といったところか、デタラメなものかもしれないが。岩井がそれを見ながら儀式をやってたってことか。魔導書の他にまとめられた手書きの資料もある。随分熱心に研究していたようだ。え、岩井が？全くそういうタイプには見えないが、人を見た目で判断してはいけないと痛感するね。黒魔術の研究をしていた？岩井が？何のために？黒魔術ってどうなん？人を殺すとか、人を蘇らせるとか、どっちなん？資料によると、ここにある魔法陣は、回春術？若返りの黒魔術といったところだね。若返りか。他には、蘇生の黒魔術なんていうのも載っている。いずれの術にも、生贄を捧げるといったことが書かれている。なんとも物騒だ。蘇生。洋の東西や術の方式を問わず、人々が秘宝に願うものは変わらないようだ。蘇りねえ。おや？ん？どうした？なんか瓶とかもある。こっちの資料は手記のようだ。どうやら岩井が書き残していたものらしい。手記だと？ふめふめ。実際なんか読んでるときにさ、ふむふむって言う？ へえ、ほーん。ふむふむ。ふむふむ言うかな。でも言った方が可愛いかも。この男、ずいぶん細かく記録を残してくれたものだな。え？まるで誰かに提出するためのレポートのような何？ レポートのような何？先にコントローラーの方が震えたからびっくりした。何？いや、なんとまあ、これは驚いた。何何？なんて書いてあんの？ どうした？何が書いてあるんだ？早く教えろ！もったいぶるな！これはすごいぞ。ざっと要約して説明しよう。まず、やはりこの岩井という男は、何年も前から本気で若返りの黒魔術の研究をしていたようだ。へえ、こういう人が。この男が黒魔術を、あ！髪の毛！いや、やめておこう。それというのも、その魔術を成功させれば莫大な報酬が得られるかららしい。実際この魔導書を手に入れたことで、ある程度まとまった報酬を得ている。へえ。なんだと？なんかどっかで聞いた話だなぁ。そもそもどうやって岩井が魔導書を手に入れたのか、だが、メルカリだ。え？服役中に獄中で根島文親から隠し場所を聞いて手に入れたらしい。なんでこいつ持ってんだよ。はぁ？なんでそこで根島が？ ちなみに岩井は根島事件を報道で知った時からずっと、ねじまふみちかに対して強烈な憧れを抱いていたようだ。へえ、そんなこともあるかな。もはや崇拝と言ってもいいレベルで。でもどうだ？解体する、生贄的な死体をどうこうするみたいなのって、黒魔術ファンだったらそういうのも憧れるかな。どうかな。崇拝、あんなやつをか。なんか、黒魔術この人も好きなのかもって思っちゃったのかな。学生運動が盛んだった時代だ。世の中を震撼させる大きなことをする人物に憧れる者は一定数いる。まあそうだな。勘吉郎さんもその時は若かった。ここにある切り抜きや写真は岩井が当時からずっと集めていたもののようだね。ええー。これ貼られたくねえ。これはみっちゃんも嫌だったろうな。それでたまたま獄中で遭遇したものだから積極的にコンタクトを取ったそうだ。
たまたまか。わからねえ。全然理解できねえ。いや、それよりもわからねえのが。ねじまが魔導書だと？意外。そんなのは初耳だが、どういうこった？そう、僕が驚いたのもそこだ。ねじまふみちかはなぜあんな事件を起こしたのか、その動機は長年謎とされてきた。ああ、俺も結局そこは腑に落ちてねえままだったが。おいおいおい、まさか！まさか、あいつ！え？理想の、あ、そうだ、あの犯行は儀式だったのだ、車術のね。いろんな人の、一部、体の一部を集めて、理想の奥さんを作ろうとして、いたのかー。この魔導書にも生贄を捧げる方法としてねじまの行ったのと同じ手順が書かれている。物騒なことやね。なんだと？ねじまは何がしたかった？ねじまは黒魔術の生贄のためにあんな陰惨なことをやったってことか。そうなる。あらあら。ねじまの行った術は、蘇生の黒魔術！岩井のやっていたものとは違うがね。そう。警部の話ではこんな魔導士はデタラメのインチキだそうだが、少なくともねじまや岩井は本気でこの通りに行っていたわけだ。くそ、ふざけやがって、あの男が蘇生の黒魔術だと？ね、あれ、ということはやっぱりずっと前からねじまも蘇らせたい人がいるんだ。蘇生？ねじまには当時蘇らせたい人でもいたのかね。ああ、そうか！え？そういうことかよ！どういうことだよ！ってどういう顔だよ！なんてこった！くそー！え？どうしたの？真横でそういう風に叫ばれるとびっくりしちゃうわ。ねじま事件には、え？実は当時からずっと非公開とされてきた情報がある。え？ほん？ねじまの家に強制捜査に行って逮捕した時だが。え？え？あいつの家になぜか赤ん坊がいたんだ。え？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 生後半年ぐらいの女の赤ん坊だが、汚物まみれでガリガリに衰弱してて。え？すぐに保護したが今にも死にそうな状態だった。あと少し遅かったら危なかった。え？でも生きてたんでしょう。その子はねじまの子供なのか。奴は逮捕後、その赤ん坊は橋の下で拾ったとか言ってやがった。橋の下で拾った子だ。拾った？捨て子ってこと？ふむ、子供のしつけで脅かすためにそのようなことを言うのは聞くが、ねえ、橋の下で。拾ってきたんだよ、あんたは！逆か？捨てるよ、あんたよ！ねえ。いや、確かに近年コインロッカーに新生児を遺棄する事件などもあるにはあるが、真偽は不明だ。あ、DNA とかまだか、この時代。だが当時は一つ気になる話があってな。心当たりでも？これも有名な話だが、ねじまには余罪がいくつもある可能性が高かった。当時、近隣で行方不明になった若い女性が何人かいたからだ。うんうん。そうね、だいぶ騒ぎになった。で、同じように殺した。今となっては生贄か？その被害に遭った可能性が高い女性の中に、妊婦が一人いてな。え？取り上げたってことは？え？嘘？まさか。その妊婦を殺して、解体した時に、どうかな、取り出された子供の可能性があると。それで、いけっかな。もちろん憶測に憶測を重ねてる話なんで確定できるものじゃないがね。ただあの男が橋の下でわざわざ捨て子を拾う可能性よりは高えんじゃねえかって話だ。あ、え、気分が、そうよね。さすってあげて。マダムしっかり、ちょっと刺激が強い話だったね。いや、だが実際はそうじゃなくて、え？これでもし奴に蘇生の黒魔術なんて目的があったとするなら、
ひょっとすると赤ん坊は奴の実の娘で、その母親にあたる女性が死んでいて、実はそいつを蘇らせるため、なんて可能性もあるのかもな。でも赤ちゃんの状況がちょっと、なんかあれじゃない、大事にしてるって感じじゃなくない？どうすればいいかわかんなかったとか？って思っただけだ。むしろそうであってほしいって願望だが。どうかな？本当はそうで、ああ、ってなるタイプと、いや、こういう、そういう願望がありつつも、ネズマは本当にひどいやつだよというオチ。なるほどね。どっちかな？ネズマに蘇らせたいと願うほどの相手がいた可能性となると、そこに当てはまるわけか。まあでもそれはいるんだろうな。今もそうなんだろうから。今、ジェソダマを持っているというのも、蘇りの秘術を求めてのことかもしれないね。そうか、呪い殺すことにしか興味ねえもんだと思ってたが。その赤ちゃんは今、あれじゃ何歳ぐらいになってるんだろう。あの、警部さん。ん？その時の赤ちゃんはどうなったの？ねえ。出生届の出されてない子供だったが、回復後里親が見つかって引き取られた。この情報が秘匿扱いになったのもその子の将来を考えてのことだ。ああ、無事なのね。よかった。え？今いくつだ？それちょっと気になるんじゃない？ねじま実験。頂上、文化社会かな？あ、どこ？葛飾北斎。ねじま実験って、何に分類されてる？六名簿霊野祭。ないっけ？あ、ねじま事件まとめ。20年以上前に起こったか。20年以上前だから20いくつってこと？出てくるんじゃないのか？それは。あとは、さて、少し脱線してしまったが祝いの手記の続きだけども、あるんだ。ネジマを崇拝する祝いは獄中の彼から情報を得て魔導書を受け継いだわけだが、その情報や研究によって巨額の富を手に入れるチャンスを得た。魔術を成功させたら報酬をもらえるって話だな。うむ、その条件を祝いに持ちかけた相手だけど、まあ、あの子だ、あの子。夏江さんでしょうね。なんとこれが、飛白石鹸の女帝会長山森夏江だそうだ。でしょうね。なんか顔も似てるし。何？飛白のあの会長がか。ああ、そういうつながり。岩井のメモによると、飛白の女帝は異様なまでに老いを恐れている。あら。死ぬのが何よりも怖い。死んでも生き返りたい。美しさを守るためにお金を惜しまない。魔術や秘術、何にでも手を出している。それに対する執念は凄まじい、とのことだ。蘇生や若返りに関する噂には片っ端から支援して徹底的に調べさせているようだね。じゃああれだ。人間の若い女の血液も飲んでるし、母乳もきっと飲んでるはずだわ。なんか、海外にそういう人がいたはずだわ。そのためには金に糸目はつけずに魔術にまで手を出すってことか。強欲なばあさんだな。ん？ってことは、今回研究家の荒石に金を出して蘇りの秘術を探させてるのも、ああ、今の話の流れだと、飛白の魔女が蘇りの秘術なんて噂話に飛びつかないはずがないだろうね。そういうわけかい。ああ、急に若返ったり蘇ったりしてもいいよう神通力を持ってるという設定にしているのか。設定か。なんだその話は。私もそういう設定にしようかな。いや、なんでもない。それで。岩井は魔導書で得た前金をちらつかせ、都合のいい隠れ蓑とする母子に告げ入った。つまり、白石敏子と道代の家だね。これは母子にとっては不運だった。たまたまこれ。さて、こっからはマダムにも関係してくる話だよ。覚悟はいいかい？え？誘拐事件のこと書いてあったの？え？私に関係する？まさか！あ、待って！まさか！
気づいたかい。もしかして。え？え？この、え？最初これ？白石道夫の、え？え？子供は？子供はって何？あ、ちゃう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 。岩井勘吉郎の、あれ？そうなるのかな？生贄は？あれ？なんか違うな。思ってたんと違うな。岩井勘吉郎の生贄は子供？なんか違うな。ああ、いいんだ。その通りだ。ちょっと難しかったね。白石家を隠れ蓑にした岩井は本格的に魔術の実験を始めた。岩井がやろうとしている若返りの黒魔術には生贄が必要らしいのだけども。そうか。それは若い子供の精気を抽出するという理屈だったらしい。ああ、やっぱり、やっぱりじゃあ、岩井が、この男が、犯人ってこと？岩井はネジマを崇拝していた。ああ、ネジマを、落としめた人間は許せないだろう。また自身も警察に捕まり服役した。その点で警察にも復讐したかったろう。ネジマの恨みを晴らしつつ、警察に恥をかかせつつ、かつ生贄を満たす方法。そういうことかよ。そうか、出た、そのポーズ。その全部を満たすため、岩井は杉間春江の息子を誘拐したのか。ああ、杉間さん。あ、この時白目向いてると思ったけど、ちゃんと黒目あるね。前髪に隠れてるけど。なら、最初からあの子を生かして返す気はなかったということ？バカにしやがって。誘拐犯が警察をおちょくるような態度だったのは少し気になっていた。そもそも身代金が目的ではなく、警察の信用を落とすのが目的だったのだから当然だ。岩井は白石道夫を使って警戒を解き、通学途中の周一少年を誘拐したのだ。みっちゃん！岩井！この男が！この男が周一を！杉間さん、やれ！もう死んでる。もう死んでるとなると。復讐もできないじゃない。おい、奥さん、気持ちはわかるが落ち着け。どうどう？気持ちがわかる？気持ちがわかるですって！冗談じゃない！冗談じゃない！わかるもんか、警察なんかにわかって、たまるものですか！こいつが、生贄なんて、馬鹿げた理由で。OK、マダム、抑えて、ここは刺激が強い。一旦出よう。悔しい、悔しい、こんな。復讐もできないなんて。ああ、警部、僕らはここで失礼するが、失礼するね。最後に一つ手記にあった大事な情報を伝えておこう。おお、なんだ？え？岩井は当然ながら昨年仮出獄したネジマにも接触して、支援などいろいろと便宜を図っていた。ああ、なるほど、そうだろうな。あ、そっか。ネジマだけでいろいろできたのはそういうことね。その中で一つ、ネジマのために隠れ家も用意していたようだ。え？住所が？何？むしろ、被迫から得たお金は白石家じゃなくそっちに使っていたようだね。ネジマが今もどこかに潜伏しているとしたら、その隠れ家の可能性は高いだろう。どこ？何？どこだそれは？あいにくその場所までは書かれていなかったが。だが、白石道夫もその隠れ家を知っていたようだ。え？ネジマと直接は合わせてないが、隠れ家の掃除などは手伝わせていたらしい。じゃ、おい、その二人とももう死んでるじゃねえか。あ、いや、いるのか。いや、でも、どうやって出させるのかがわからない。どういう理屈で切り替わってくるのか。そうだ、白石道夫はいる。いるのかな。
もし彼女から証言を得ることができれば、ねじまの隠れ家もわかるかもしれない。だが話を聞くったってよ。それではマダムの具合も良くないので僕らはこれで失礼するよ。コックリさんがみっちゃんだったのかな。そしたらコックリさんすれば答えてくれそうな気がするな。あ、岩井勘吉郎。内縁の夫ね、白石家で死亡しているのが発見された。かつてはインチキ魔術グッズや開運グッズを雑誌広告に載せて宣伝して売り逃げるという商売をしていた。戦後のものはないけどシンプルでみんなが欲望むき出しだった時代を懐かしみ、近年の急激に発展して気取った風な世の中には否定的だった。もう一度社会を全部ぶっ壊してやり直した方がいいという過激な思想を持ちながらも、社会の吐き溜めをついて小銭を稼ぐだけの生活しかしていない自分に苛立ちを感じていた。え、意外にも意識が高い。そんな頃ねじま事件が発生し、大々的に報道されているのを見て、たった一人の男がたった一つの犯行で世の良識を真っ向から否定し、気取った社会に大きな亀裂を入れたことに衝撃を受ける。以後ねじま文親に関する情報はすべて収集し、自分の中に理想像を築き上げては憧れを募らせていった。その後、悪徳商法によって検挙され、その服役中にねじま文親本人と出会い、より一層傾倒していった。ねじまのよるべが魔術への信奉だったことを知ると、完全に浸透していた彼は出所後ねじまが隠していた魔導者とその思想を受け継いだ。白石敏子についてはある日パートタイムで働く彼女の要望を気に入り狙いを定める。価値を失った白石家は金に困って娘の進学もままならないということを知ると、金をちらつかせ弱みにつけ込み甘い言葉で取り入っていった。内縁の関係になってからは豹変し、完全に金と暴力で母子を、支配した。魔術への信奉もより強くなり、秘迫というスポンサーを得て、白石家に様々な儀式を強制するようになった。反抗したらすぐに暴力を振るって黙らせた。おとなしい性格だった母子は何も言えずに従うばかりだった。そんな中、秘迫から金のために魔術の完成をせかされた祝いは、長えな、勘吉郎。幼子を生贄とする若返りの黒魔術に手を出す。その生贄の対象には、ねじま文親が恨んでいた杉間春江の息子を選ぶ。少年の誘拐は警戒させないため白石道夫に手伝わせた。なかなか言うことを聞かなかったため、この時は母親の敏子を20発殴ることで従わせた。ちょうど20発。道夫の協力で誘拐した少年は、白石家に監禁した。暴れたり逃げたりしそうだったので、道夫に身の回りの面倒を見させた上で、逃げたら道夫を殺すと脅したら正義感の強い少年は無抵抗になった。この誘拐は警察への支援もあったが、何より秩序の否定を示すため、身代金を要求して誘拐事件とし、騒ぎを起こそうとした。しかし報道規制されたためにねじま事件のように世間に対する大きな波は起こらなかった。イラついた祝いは生贄の儀式をとしこに行わせた。やらなければ道を殺すと脅したら少年が寝ているうちに実行した。しかし生贄を捧げても魔術は発動しなかった。祝いは儀式の失敗をとしこのせいにしてなじった。道夫には殺害はとしこがやったから誰にも言うなと念を押し、少年の遺体を近くの川に投棄させた。少年の小さな亡骸は本庄をめぐるいくつかの運河を渡って、一週間後に隅田川で発見された。汚染された川を何日も漂っていたことで証拠はほとんど残らなかった。それ以後、白石、もう読めない母娘は、罪を負った懺悔を誰にも言えずに抱えて過ごすことになる。祝いは生贄こそ行わなくなったが、魔術への傾倒は強まるばかりで、白石母娘は金と暴力によってその協力を知られる日々を続けることとなった。母娘で、なんて読むんだっけ？ボコ。嘘。母子まあ、母子かな。です。長え。こいつの資料長え。あら、川だわ。ちょっと川を見て。そう、風に当たって少し落ち着いたかい、マダム。風に当たったのね。ええ、大丈夫かな。やっと犯人が見つかったのにね。突然誘拐犯が分かって少し錯乱してた。本当に突然分かったからね。意図せず誘拐事件の方が先に解決してしまったね。でもね、カイさん、私、え？白石道夫には感謝してる。え？それは呪いで誘拐犯を殺してくれたからかい？それも少しある。え？
だけどそれより白石道夫がそれだけ多くの人を呪い殺しているなら、うん、さぞ溜まってるんじゃないかと思って。サイコン、どうなんだろう。そういえばバカ林で殺してるんなら、なんか気づきそうなもんだけどね、やっこちゃん。なんか溜まってるって。ねえ、カイさん。誘拐犯が捕まろうが死のうが、やっぱり意味なんてない。そうね。復讐なんてしたって何にも満たされないの。そうよね。あと、ねじまが大量虐殺でサイコンを集めるつもりなら、それでもいい。そうかもね。蘇りは諦めないで。でも、確かにみっちゃんが蘇ってんならちょっと、期待できるところある。お願いね。でもなんでみっちゃん蘇ったんだろう。蘇ったとはまた違うのかな、取り付いているというのは。難しいね。難しいことやね。